一回で終わりですか。このエビさんは、はい、こちらのエビです。はい、このエビ何だかご存知の方いらっしゃいますか。いらっしゃらないですか。こちら沖縄県に住んでいる毒蛇でハブです。ハブ攻撃体勢のトグロを巻いた状態になりますと360度ちょっと振り向いただけでどこにでも攻撃を仕掛けることができます。ですが攻撃の届く距離もありまして体の長さの約3分の2が攻撃の届く距離だと言われています。ですからね、このハブの場合ですと体の長さだいたいパッと見でまあ1メーター20センチくらいだとしますとそのうちの半径80センチくらいが攻撃の届く距離になります。ハブはジャンプのように地面から離れて攻撃することはできません。体を縮めて伸ばすだけの攻撃方法となります。ですから今前に座ってらっしゃるお客様ぐらい離れていればまあ多分安全です。ですがハブの一番近くにいる私このままでは明らかに危ないのでこれから安全対策取らせていただこうと思います。まずヘビに対して安全対策取る場合は尻尾を持たなければなりませんのでちょっとね首の方を引っ掛けてはい、パシッとね、尻尾持ちます。そしたら、あと危ないの頭になりますので、頭の方をこれでしっかりと引っ掛けて、はい、ちょっと引っ掛けさせてね。はい、皆さんの方に向けておきたいと思います。え、皆さんの方向けておきますと、私、安全になりますので。ではね、ハブの体、よくご覧ください。ハブの特徴といたしまして、頭の形が三角形。体の模様は薄い黄色地に黒のまたら模様となっています。この模様をね、ヒントに琉球かすりやつむぎ織られていると考えられています。この模様とても綺麗なんですが森や草むらに入りますとカモフラージュとなって大変見分けがつきにくくなります。そのため草むらでの作業や農作業の時なんかに気づかずに噛まれてしまい被害に遭う方がいらっしゃいます。沖縄県本島だけでも年間約60名前後の方がこのハブに噛まれる被害に遭っているそうです。まあ、このハブに噛まれて何が一番怖いかと言いますとやはり毒です。なんとこのハブ1匹で大人の方大体2人から3人の命を奪うだけの毒の量を持っていると言われています。ですから万が一ハブに噛まれてしまった場合大切なことは手当ての仕方になります。まあ、手当ての仕方は資料館に展示されておりますので興味のある方ご覧になってみてください。こちらでは時間の都合上お教えすることできませんので皆さんご自分で学習の方お願いいたします。ではこのままこのハブ持ってると動き回って大変危ないのでハブさんには一旦退場していただきたいと思います。はい、ハブさんお疲れ様でした。はい、ね、はい、こちらでね牙について説明しますね。タイミングのずれた拍手ありがとうございます。こちらのパネルご覧ください。ハブの牙このように4本あります。前の方に小さな穴が開いていて注射針のように毒を打ち込めるようになってます。この前の大きな2本が普段使っている牙で後ろについている牙が副牙といって予備の牙スペアになります。普段使っているこの前の大きな2本が獲物を取る際折れたり抜けたりするとすぐに生え変わるようにこの後ろの方で副牙が準備されているんです。ハブの牙は何度でも生え変わります。続いて毒はこの目の後ろ毒腺ポイズングラウンドというところで作られて貯められていくようになってます。ですから毒を全部絞り切ったとしてもある一定の時間が経ちますとまたこちら毒腺の方でどんどん作られて貯められていくようになってるんです。ですからハブを捕まえてきて牙を全部抜き取ったから毒を全部絞り切ったからといって安全というわけではありませんので皆さんこちらの方も覚えておいてください。では続いての出し物を参りましょう。はい、何やら赤い布に包まれた怪しげな箱が出てきました。はい、箱の中にはハブが1匹入ってます。ですがこちら側ちょっと空になってます。どなたかハブと戦ってみたいなって方いらっしゃいませんか。今から無料ですよ。いや、私も全く負ける気がしないので入りたいんですが、ちょっと箱小さくて入らないですね。ですからね、大人の方も入りません。ですから今日この会場にいらっしゃって入れそうかなっていう方ね、ちょっと事前に集めといたんだけど、この中から誰かどうかな。やってみない？じゃあ後ろに座ってるお兄ちゃんたちも全然いいんだけど、ただあ、分かった、みんなやること分かんないから怖いと思うので一回説明するから聞いててもらっていいですか。大丈夫？
はい、会場にいらっしゃる体の小さな皆さん、いいですか？今からやることを説明するのでしっかりと聞いててください。大丈夫？ちゃんとお話聞いててよ、ね、自分たちがやることだよこの中にね、あのお兄ちゃん姉ちゃん誰でもいいです。一人入ってもらいます。そしたら私危ないのでこの蓋閉めますそしたらね、この仕切り開けますそしたらね、大体どうなるかね、なんとなく分かってくれると思うんですけど、まあね、訳が分からなくても大丈夫です。この中入ってくれればね、あとはハブがどうにかしてくれますので、まあね、お兄ちゃん姉ちゃんたちのやることすごい簡単、入るだけただ注意事項一つだけあって、このハブさん牙と毒普通に持ってるから入ると 100% 噛まれちゃうと思う。でも安心してね、救急車すぐ呼ぶから1ヶ月ぐらいの入院でね、お家帰れます、ね、普通のクラスできるので、はい、ね、まあ、夏休みもね、みんなよりちょっとね、2週間ぐらい長くなるかな。今の説明聞いてね、はい、小さい子でね、自分だったら勝てるよっていう人、もしくはね、夏休み期間中言うこと聞かなくて困ってるお父さんお母さん、手挙げて大丈夫ですよちょっとこっちの方かかりますけど、ね、みんなちょっとなんか黙ってね、目も合わせなくなってきたのでやめましょうね。すいませんね、これ結構長い時間付き合ってもらったんですけど、冗談ですよ、ね、みんな笑顔なくなったけど大丈夫本当に人入れてしまうと私も刑務所ってところに1ヶ月以上入らないといけなくなるので、ちょっとね、やめておきたいと思います。ではこのハブ使ってこれから攻撃の実験、アタックテストやってみたいと思います。まずハブには私たち人間にはない特別な感覚器官がついてます。フィット器官といいまして、目と鼻の間のこの黒くへこんだ部分、こちら熱を感じ取ることのできる熱センサー、ヒートセンサーとなってます。ですから目の見えない暗闇の中でも体温を持った生き物がハブに近づいてくると、その相手の熱を感じ取ってそちらに攻撃をすることができるんです。今からこの攻撃の仕方を2つの風船を使って実験してみたいと思います。こちら赤い風船にはあったかいお湯、ウォームウォーター、反対に白いホワイトの風船には冷たい水、クールウォーター中に入ってます。はい、では攻撃の実験開始します。まず冷たい風船クールウォーターからハブの目の前に持っていきます。いきます、ハブさん、冷たい風船クールウォーター。はい、冷たい風船ハブの目の前に持ってきましたが、ハブ攻撃は特にしてこないですね。全く反応ありません。ノーリアクション。では一旦引っ込めて、今度は温かい風船ウォームウォーターの風船ハブの目の前に持っていきます。いきます、ハブさん、温かい風船ウォームウォーター。おお、攻撃しましたね。はい、1回で終わりですか？おおおおびっくりしましたね。私もね、かなり油断してたのでね、ちょっとびっくりしました。体ビクってなったんですけど、どうでしたか？今の一瞬大変早かったですね。なんと今の一瞬で風船の中に毒も一緒に打ち込まれてます。こちら冷たい風船ハブの目の前持っていきましたが、ハブ反応ありませんでした。ですがハブも目は見えているので、冷たい風船が近づいてきたことは分かってたと思います。ですがこうやって実験しますと 95% のハブ熱を優先して攻撃してきます。沖縄県一年中暖かいので、ハブは冬眠することなく年中活動してます。ですからハブが出そうな森や草むらに行かれる際には、長袖長ズボンを履いて素肌を見せないように、体温を知らせないようにした方が少しはハブの被害も防げるかと思います。ですが完全に防ぐ方法はありませんので、皆さんなるべくハブの出そうなところには行かないようにしてください。では攻撃の実験大成功ということで、大きな拍手をお願いします。